やばいやばいやばい、こんなやばいでマジで笑い事ちゃうねん、はい、ほんまに花粉やばいです、ね、いや違う違う、花粉の話してないですよ。まあ確かにね、花粉もねやばいですけども、鼻水ずるずるだし目かゆいって言うてますけどもね、もうやばい、うん、やばい、そっちじゃないのよ、目やばいし、見てください、その髪の毛、うん、痛みすぎて、うん、長さなんか違う気がします。いやもうそれはもうちょっとそっちで解決してほしいんだけど、それもやばいやばい、いや違う違う、そういう話じゃないのよね、動画ちょっと撮るか迷ったんですよ。皆さんもね多分苦労されてると思うんですよ、これ私だけじゃないと思うんですよ。ただね、私だいぶ運が悪かったっすね。まあ、うん、いや、いいのよ。運だけに、うん、うんとか言い出したら、もう常にそういうことかけて言うていかなあかんくなるやん。キリないやん、そんな。上に行けてます。あれ、行けてんね。行けてないわ。行けてない、行けてない。ほんまに行けてなかった。ほんまに上に行けてない。上に行けてないよ。まあ、行けた、行けた。多分行けてます。もういいですか？あ、いいですよ、ね。でもその前にね、ちょっと一個言いたいんですよ。これがいいってことある言うてんのに。何？あの、なんかコメントで、セラミックやっぱすげーみたいなの聞いてたんですよ。おいやいや、セラミックちゃうから。あ、そう、嬉しいね。嬉しくない？でもセラミックって言われるの。いや、嬉しい。磁場やろ、それ。磁場ですけど。磁場でセラミックって言われるのめちゃめちゃいいじゃないですか。いや、お前全然分かってへんやん。多分私が歯黄色すぎてって話ですね。私もね、あの、歯ちゃんと磨いてるんですけどね。何が違うんすかね。コーヒー飲んだりとか、風呂吸ったりするからですかね。しかも私と同じやつあげたのにね、うん、この歯磨きいいですよ。いや、そうそうそう。やけどっていう話ですよね。うん、いや、もう難しい話だ。もういいねん。ええことやん。ちょっと綺麗かったら整形してるんですかとかって言われるのも、あれもさ、整形ちゃうわとかって必死こいて言うてる子おるけどさ、うん、ええことやんけ、それ。ええやんけ、別に。いや、でも天然の方がなんかいいですよ。天然ちゃうやんけ、ほんで、あんた。目整形しとるかな。いやいやいや。それは話しちゃいましたね。それは違う、歯の話ですから。歯の話。目はちょっとね、二重ピピってやりましたけど。ピピってやったわけですよね。うん、まあ、それぐらいみんなやってますから、いいですよ。仮にほんで整形でもええやんけ、別に。整形でも別にセラミックでも何でもええやんけ、それは努力やんけ、別に。ね、やりますよ、やってへんわ、やってこれやったら大失敗やないか。なんでこんなこと言わなあかんねん、俺。こんな話しちゃうねん。もういいですか？あ、どうぞ、すいません。はい。邪魔だけはほんの一流ですよね。なんか、コメント欄で、うん、過去の動画見てたら、はるかおもろなって思ってきてて、嬉しくなりました。いや、違う違う、それはもうなんか、ひいき目が強くなっただけ。大しておもろなってないねん。ほんまですか？うん、それで言うなら、俺のツッコミスキルが上がったかもしれへんっていうことは、ちゃんと考慮したか？確かに。そうやろ。そっちもあれやろ。でも、私のボケがあって、こうそのツッコミが光るから、こちらは、二人で一つみたいな。うん。いや、修二とアキラみたいなのええねん、それ。スイーって言わなあかんくだねんけ。もうええわ。うん。俺たちはね、遅い遅い。知ってるそれ。すいません。ごめんごめん。ちょっと話が脱線しすぎてるわ。すいません。どうぞ。こんなことでめちゃくちゃ喋ってもうてる。本題どうぞ。うん、本題ね。あのね、うん。そう。あの、皆さん、電気料金どうですか？私が契約してる、その電気会社さんね、ちょっと名前は出しません。ただね、どこの電気会社かっていうことは、タック TV さんがこんなことがありましたって言うてはったとこと同じ電力会社です。タックさんもそう。はい、そうです。はい。もうこれだけ言っておきます。はい。ね。というのもね、クレジットカードの引き落としにしてたので、全然気づかなくて、うん、で、ある日ですね、私がね、残高をちょっとね、確認する機会がありまして、残高確認したら、え？ってなって、こんなに減るっけ？と思って、なんで？って思ったら、これ電気料金が引き落とされてるんですよ。あ、はいはい。で、遡って見てみたわけですよ。うん、そしたらですね、1月の電気料金、うん、42,851円。えぐい。えぐないっすか？家族います。いや、そやねん。家族おるみたいな。確かにね、私の家ってね、撮影部屋みたいになってるんで、クーラーをかけたり、暖房かけたりってあるわけですよね。でも、むちゃくちゃな電気の使い方って私知ってないわけですよ。確かに、電気料金が上がるというのは知ってましたよ。ただね、燃料調整費みたいなものが、なんかこう、ありましてですね。それが、2万2000円とかなんですよ。ただ、そうだとしても、一応、関西電力さんにも電話しました、私。関西電力さんの話ではないですよ。確認するために、関西電力さんの場合はどうですかっていう話を聞いたときに、同じ容量を使った場合ね。1月の分が 690kWh で 42,851円やったわけですね。で、関西電力さんで同じ kWh やった場合、22,220円やったんですよね。ほぼ倍なんですよ。わかります？わかります？いや、もうやばい。途中から全部音声こんなんなんて。途中から呪われました。何の音声もね、変えてないんですけど、途中から急にデータがこんなことになりました。ええー、めちゃ中途半端なとこで。というようなことが、起きてます。呪われました。
もらいました。困ったぜ。いやー、怖いわ。めっちゃ鳥肌だったわ。もう、やめてや。今ね、ちょっと、じゃあ、カットだけして、ちょっとあれしとるわーって言って別の作業を私してたんですけど、うん、なんか急に、何々怖いんですけど、怖いんですけどって急になんか大きい声出し始めて、何々って言ったら、こんな状況ですよ。タブーなのこの話。くださいねっていうだけの話やのに、ちゃんとね、関西電力の方に戻しましたっていうことで、うん、皆さんもね、結構電力上がってね、大変な時期やと思いますし、節約できるところは節約していきましょうねっていう動画を撮りたかったんですけど、今それどころじゃないねん。怖いねん、すごい。あ、逆へこんでますもんだ。めっちゃ怖いねん。くらなってるやん。もう一回見てほしいんやけど、うん、やばくないですか。暗くなった瞬間、あの瞬間、我々は、何らかの呪いにかけられました。霊能力者さん、我々払いに来てください。後半も面白いボケツッコミありましたよ。私も頑張ったはずなんですけどね。うん、我々のそのロングの動画って基本的にアドリブですからね、うん、その時に喋ったことがもう一回するみたいなことできないんですよ。なぜなら台本を作成すると台本を、いや、もうしょうもないな。ね、今思んないでしょ、ね。ぐらい台本とかないわけですよ。ね。今の台本でやったってことですか？違う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 。アドリブやから面白くないとこは面白くないよってこと言うてんねん。だからね、台本のね、書くとね、台本を読んじゃうって感じになっちゃうんでね。うん、できないんでね。覚えれないです。そう。ああ、もう、なんか嫌な気分やな。まあ私はこれからね、髪切りに行って染めに行くんで、気分ですけど。うんうん、ああ、そうですか。うん、あ、気分がいいんやったらよかったですよ。ピンクのままか、茶髪とかにするかめっちゃ迷ってるんですよね。うん、次の動画で分かるやん。茶髪にするんやったら、うん、ピンクを一回剥がさなあかんって言われたんですよ。綺麗に入れるんやったらピンクのままがいいって言われたんですよ。うん、じゃあそうしたらいい。しないでしょうかなって。そうしたらいいや。でも、ピンクやったら、服合わせづらいんですよ。うん、それほんまどうしようと思って。でもライブ配信ちゃうで、これ。次の動画出るときにはもう何色か分かってるわけやろ。もうええて。無駄なことすな、今。興味ないって。もうライブ配信でせえて。だからそういう話はもういい。でも、うん、長い長い長いな、もろない話ずっと。どうでもええわ、髪の毛の色なんか、ほんま。ということがありました。今回ね、我々のね、やりたいことというかね、伝えたいこととは全然ね、違う方向の動画になってしまいましたけれども、こういったハプニングもきっちりお伝えするという、そういったチャンネルになっております。ということで、次回は、霊能力者さんに占ってもらいます。はい、いや、そんなんせえへんよ。いや、なんでさ、勝手なこと言うの？ええ、次は、占い行きましょう。いや、勝手なことすんなって。こちらに霊ついてるのか、ちょっと霊視してもらいましょう。いや、違う違う、せえへんから。アポも取れてないのに。今これ3日なんですよ、これ。で、5日に出す動画です、これ。ダッシュなんですよ。もうストックないんですよ。ほんで、次、霊能力さんのアポ取られへんやろ。ただでさえトラブルあって、この動画どうしようかっつって、この動画はこんな形でいこうかって、なんとかこの付け焼き場でやってんのに。ってことで、皆さん、いつらは呪われてます。呪われました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。呪われたチャンネル、カミルチャンネル。そして皆さん、一度自分の電気料金見ない、見ない。はい。もう噛むもんな。こうやってな。あー、やばい、呪われてるわ。あー、やばい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 。噛むは咳が急に出だすわ、霊障が出始めてます。ということで、呪われないように皆さん頑張りましょう。はいはい、皆さんも電気料金一度ね、確認してみてはいかがでしょうか。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。占いか。頑張ろう。じゃあ、いかへんって。